今日はみんな、ランドミヤとお疲れ様です。宮地です。はい、福岡は今日も今日とて風が強い。そしてさっきまで役員にいて、ちょっと役員で撮りたかったお店が NG やったけん、まあ気を取り直して私は天神まで歩いて戻ってきて、でも天神ではなく今日は裏天神の方に行ってきたばい。裏天神で昼飲みができるお店、はい、食堂梅干しさんです。今は瓶ビール。こういう昼飲みできる居酒屋に来ると、なんか無性に瓶ビールが飲みたくなるのは私だけですかね。お、今日はちょっとうまく告げたんやない？じゃあ今日もみんな一緒に飲んばい。お疲れ様、乾杯。小さいグラスで流し込むこのビール、たまらん。居酒屋の定番おつまみともいえるガリ塩トマト、そして串味噌煮込み、てっちゃんにしました。いや、絶対美味しいけど、動画映えとしては寂しくね。ってことで、はい、しっかり追加です。テイク2。じゃあ、いただきます。正直、なんとなく頼んだのが、これは大正解。シンプルな塩だれがかなり私好みで、さっぱりしとって食べやすかった。もう、この当てだけでビールが、はい、なくなっちゃうよね。いや、私が何気に楽しみにしとったてっちゃん、いただきます。味噌が濃ゆそうに見えたけど、見た目ほど濃すぎないけん、てっちゃん自体の美味しさとうまく調和しとって、これ美味しかったです。とはいえ味噌のいい濃さはあるけん、これがビールと合うじゃん。居酒屋といえばのポテサラです。黒胡椒ががっつりかかっとって、酒飲みのポテサラってビジュアルで、ちゃんと卵も美味しそうに入ってます。ちょっとペコちゃん化現象ごめんなさい。滑らかなポテトサラダで、中はポテトとハムっていうシンプルな組み合わせがまた良きでした。そして黒胡椒がね、お酒進むんよね。すいません、卓上にウェルカム酒があったことをちょっと気づいてなかったようで、まあ途中酒ですね。はい、アルコール消毒もしっかりコロナ対策をしていきましょう。どんどん食べます。お次は味噌煮込み大根。酒飲みには嬉しいこのこってり味噌が食欲をそそりますね。福岡では珍しい赤味噌やけん、大根が濃いめの味に染まっとって、普通のおでんとはまた違った美味しさでした。梅干しさんって大名店が1号店で、あっちはね常に満席で若い子多いけん、個人的に裏天神にできたのは嬉しいなと思いました。これいつも平日だから落ち着いとったけど、土日はきっと昼から多いんだろうなと思います。はい、安定に味変タイム。味噌と唐辛子が合わんわけないやん。もう間違いなく美味しそうやけん、ちょっといっぱいかけすぎちゃいました。味噌といえば名古屋に行きたくなるな。そういえば10月からの旅行支援割引で、なんかどっかまた Vlog 撮りたいなとか思ったんやけど、あれさ、売り切れるの早すぎん？もういろんな地域が売り切れとったけん、結局どこにも行きつじまいになりそうで、ちょっと複雑な心境です。旅行行きたいな。店内さ、後ろレトロモダンでかなり可愛くないですか？なんか今ってこういうレトロな雰囲気が映えたりするけん、雰囲気まで楽しめる居酒屋って女性としては行きやすいけん、それもまた嬉しいなと思いました。この梅干しさんがある裏天神エリアは天神大丸の近くやけん、ちょうどクリスマスのイルミネーションやっとったじゃん、まあ、この撮影した時にはやってなかったんやけど、ちょっとねタイミングがあって撮ることができたので、まあ、イルミネーション好きな方は最後ちらっと映すけん、ぜひよかったら最後まで見ていってもらえたら嬉しいです。
こんだけ美味しいあてがあるとね、もうビールもあっという間になくなっちゃうけん、はい、もうラストビールをいただきたいと思います。あー、配分がうまくいくか。あ、割と悪くないんやない？このラストビールの美味しさかつちょっと悲しさよね。そして最後にちょっと味変タイムいっちゃいたいと思います。この味変タイムに関してはお店の味がどうこうというよりも、あの個人的な単純なプチトレ高のためにやってることが多いです。なので、あのポテサラが味が薄いとかそういうわけでは決してないので、あの私の勝手なトレ高目的なので、そこは、まあ、誤解がないようにお願いしたいと思います。すいません。お会計はこんな感じで、なんと約15ベロになっちゃいました。思ったよりも安いなと思って、もうちょっと行くかなと思ってたんやけど、かなり嬉しい誤算でした。このコスパでいろんな種類食べれたけん、かなりお得だなと思ったし、どれも美味しかったし、結構味付けも濃いのがあって、まあ、逆にお酒が進む仕様になってたから、私的にはそれも嬉しいなと思いました。じゃあラストの串いただきます。いやー、かなり満足度の高い居酒屋飲みができました。昼飲みができるって意外と少なかったりするけん最高ですね。じゃあ今日も会員完食ごちそうさまでした。え、何この行列ってちょっと思わず気になったけん、時系列バラバラだけど載しちゃいました。なんかドーナツ店の行列らしいです。そんなこと置いといて、梅干しさんが裏天神にできて、しかもまだ土日は多いかもしれないけど、平日だったら比較的空いてるかもしれないけん、かなり穴場スポットだなと思うので、ぜひ裏天神の梅干しさん行ってみてください。じゃあご視聴ありがとうございます。おまけ。Thank you.